お疲れ様スロットです。今日はですね、こちらのプリンセスミラーやっていきます。さあ、久々ね、こちら僕がずっと昔から愛用しているプリンセスを大量に出しまくって、ディガーでね、ちまちま削っていこうぜっていう、まあ先日ね、最近やってなかったので、はい、まあ今どうなんだろうっていうのもあって、ちょっとね、はい、やってみようと思います。だからまあ昔からね、ちょっと僕を知ってくれてる方は、ああ、そのデッキ懐かしいねとはなると思うんですけど、最近知ってくださった方だと、何そのヘナチョコデッキみたいな。って思う方も、全然いるね。あー、これスパーキーかな？なんか最近いる。メガゴババのね、ゴブスパですかね。はい。まあこれはね、あのミラーが結構やっぱ大事になってくるので、まあ何をミラーするかっていうね。ミラーはね、一応1個上のレベルのユニットを作ることができるので、何でもね、その分コストもね、1個。高いよねっていう仕様ですけどね。いやーちょっとやばいな、めっちゃ豚来るな、これめっちゃ豚来るんですけど、マジで全部ね、そのプリンセスで頑張るだけなんですよこのデッキ。ちょっと痛い、ちょっと痛い。序盤にしては入りすぎてる、入りすぎてはいるけど、まあまあ許せるでしょうギリ。さあ、あースパーキーね、はいはいはい。あれでもスケドラで美味しく回収できそうですね。からの、U のとこで、ちょっかいかけちゃって、このスケドラプラスのディガーも、ちょっと熱そうじゃないとか思いながら、いや、相手のマザネックうまいね、でも。しばきたい。そこだけしばきたい。いやー、ちょっといい受けされるね。はいはいはい。まあ、みたいなね、感じですよ。まあ、こっからですからね。そのプリンをミラーするのか、それともスケドラをミラーするのか、ちょっと前はコウモリでやってたんですけどね、ちょっと今コウモリ弱いのよね。レイジとかエレスピとかが多すぎて、まあ、そういうのもあってちょっと今日はスケドラでいきます。でもちょっかいかけちゃう、まあ、ゴブジャイ逆再誘導一番嫌だけどね。あー動作ね、ちょっとビビってんちゃうんそれは。よいしょ、はいはいはい。いやー、この U のミラーとかでね、仕掛けながら、まあ、ババだと思うんで、これ、ここに、ウッドまで行ってね。いやー、いいね。で、レイジだけ落とし。さあ、で、生かしていこうぜと。プリン残ってほしい。U の？いやー、いいね。いや、めちゃくちゃいいよ。流れ来てます。はい。いやー、もう一発突進。で、またゆっくりプリンから貯めていくのよね。いやー、このね、流れはね、最高ですね。今んとこめっちゃいいです。からの、まあ、一旦守るか。あいつが嫌なのね、あのおばちゃん。おばちゃんも嫌だけど、スパーキーも嫌だよね。うっ、危ない、マジ危なすぎる。でかい。さあ、でリクはこれあれしかないよな、ババで。ババ使わせたら、いやプリン残ってほしいけど残れないな、ギリギリ残れなくて、ここにはメガゴか。あー、まあまあね、しっかりね。うわー、これ次耐えたいな、一回。いや、ディガーで削りに行く。マジであるよ。さあ、言うので、ぐっと止まります、一応。うっ、いや、耐える。いや、こうなるとよ。相手の方が苦しいんじゃね。で、最終、めっちゃ強いのが、ディガーミラーがあるんですよ。でも、ここは、一回、マジ落ち着く。めっちゃちゃんと落ち着いて、延命してからの、なんで？振り向きフェイク？余計なことすんなよ。いや、マジで怖い。耐えたい。いや、ユーノめっちゃ頑張ってるぞ。いや、ユーノミラー熱いな。いや、ユーノミラー熱いな、なんか。え、ミスってないで。さあ、こうなると、ユーノが、え、3体ディガーも入る、おかわりユーノ、あります、あります、あります。熱い、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 熱い。真ん中ババ、ユーノ、これ入るぞ。にゃーい、気持ちいい。
怖すぎる、怖すぎるけど、こういうデッキです。はい、まあ、言うの何をミラーするかみたいなね、すごい悩むんですけど、ちょっとスケドラも良かったな俺のなんか好きなキャラをただぶち込んだだけのミラーデッキなんでね。いや、ついね、スケドラが思った以上の働きをしてるかもね。スケドラミラーいいね。さあ、よろしく。いや、めっちゃ殴りいいぞ。削っていくよん。いやー、ね、マジラバとか引きたいな。相性良さそうな。コカッちゃんか、まあ、ホグとかもあるけど、めっちゃ枯渇だな、この顔は。え、これ金魚道ありがてえ。さあ。あ、痛い痛い痛い、はみ出すぎ。いや、でもよ。マジで、キング軌道は、でかすぎる。しかもこれ、ギャングされてるから、ディーが拾えない。なんなら、トニューのワンチャン？そんな早くないか。そうだよね。さあ、で、プリンセスね。相手のプリンをウッドで縛いちゃう。で、まあ、バレルは、トルネでも守れるし、最後ウッドミラーもあるんで、あとまあ金起動もしてますからね。俺の負け筋は、まあ、端ワイプリンのダメージを受けたらダメですね。ということは俺がやればいいんだ。はい、ってことになるよしよしよし、スケドラちょっといいな。いや、残れ言うの頑張れ。よしよしよし、いや、いいね。で、またこれ端ワイプリンだけ。おお、そっちね。お、なんだその音。これテスラかな、さすがに。え、おつい、これ天才ディガーミラーあります。スケドラ1体絶対残る。え、なんなら2体。うわ、おいおいおい、なんもないよね。だってロケだもんね、コストないもんね。いや、これよ、これなのよね。もうミラーの良さが出すぎてるさあ、ウッドもある。あ、シュマイプリン。いやー、それはね、あ、でも2体残った。偉すぎ。さあ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 、これも許容できるね。骨からの、骨からのプリンセスをしばきたいな。よし、いや、からの骨を生かしていくよ。いや、スケドラちょっとだるそうだもん。はいはいはい、いいねいいね。いや、マジで良すぎる。トルネもある。最後トルネもあります。もう一回無限ループね。キングいけんな。さあ、しっかり打ったるんで、ウッドからのもう一回ウッドみたいな。見かったわ。いやー、これね、いや、マジディガーミラーやばい、神すぎる。ディガーミラー、スケドラミラー、ユーノミラー、何でもミラー、ミラー強いんです。さあ、気持ちいいね。ちょっとこの勝ち方は全てが活躍しているプリンセス、スケドラ、オーブネ、ユーノ、ディガー。バルーンとか来るとトルネ、トルネがね、美しいんですけどね。めっちゃチェーンスケラだな。タルババスケドラだな。あ、ロイも一応はあるけど、うん、難しいな。いやー、わかんねえ、なんだこれ。タルなんですよね。おお、あっつー、美味しい。さあ、ミスっていく。30匹とかでもね、いいんだよね、俺からしたら。引きたい。フェニーンドだもんな。あー、バルーンフリーズっすね。え、熱いやん。じゃあ熱いやんっていう話。トルネミラーあります。いや、このツケもちょっといいね。いやー、いいね、これ。あ、スケドラどっか行った。なんで、もろ骨だもんね。仕方ねえか。あー、もう俺の嫌なのは、このインドラ嫌ね。後ろにいるインドラ。
この子でワンチャン負ける可能性はあるけど、逆にこの子ぐらいしか負けないか。さあ、いやー、そうね、いやでもスケドラを毎回ちょっと延命して相手からしたら回転が遅いからね。よし、いやまあ耐えだな、この血巻き釣りだからね俺のデッキの強みは。あとはプリンセス悩むね、マジで悩むけど、キング起動できてるから俺焦らなくていいんですよね正直。マジ耐えるよ。わあ、そのなんかちょうど使ったタイミングやったな。トレナル、これインドラフリーズだけ怖い。さすがに。うーい、え、待って、守ってるだけで気づいたらユーナ入ってる。あ、さあプリンも残る。相手回転遅いからね、ついてくるの大変だよね、そういうデッキだもの。あ、待って俺卵で、あーまあいいか、それなら、まあ、これ別にトレネもあるから。いや、待って、インドラが、インドラ怖い。いや許容、え、入らないんや、熱すぎるさあずっと、いやでもダメージねそんな入ってないんだよね、そのこのデッキあるあるなんですけど、だいぶ頑張ってもそんだけなみたいな感じのね現象になっちゃってる。いやーちょっとね、それなるからね、一応1枚だけね。いやーなんで残んないかなーって言ってくる、ちょっと負けそうやん俺、うそん、これでこんだけ余裕な顔してちょっと負けそうなのおもろいな。さあちょっとずつダメージを稼いでいかないと怪しい展開になってます。まあ、スケドラミラーしとくと負けない説も出てきたな、でも知らんけど。よしよし、足前プリンして、カラのフリーズ洒落てんね、怖すぎる。え、待って、ディガいきます、ダブルツインズ、ウッドまで添えます、トルネで時間稼げます。さあ2体だから1体は残ってるもんね。オーケー、タイブレイク。いや、ここまでも計算通りね、よし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 、血負けずりね。いやこれなんかわかんねえな、トルネミラーも強いしスケドラミラーもプリンミラーも強いから何をすればいい正解なのかわかんないけど、勝ったからそれでよし。さあいいね、めちゃくちゃいい、よろしく。あー、ロケコは久しぶりに見たね。まあホグかな、いやーちょっとわからん。あーなるほどね、めっちゃ丁寧に守りたい、一回だけ残ってほしい。でかい、いやマジそれでかい、ダメージちょっと受けちゃうけど、キング起動したし、こっからは完全に俺のターンっすね。無課金迫撃のやつだな、端前やりごぶくる、読みプリン、うっ、んー来ない、渋っ。あー、ナイトいたね。あー、これナイトギャングいるんで、意外とその、延命されるとやばいな。でも、ユーノなんかすげえ位置にいる。すんげえな、その位置。いやー、ファイボウッドか、ファイボタルババね。まあまあ、スケバレの落下ダメージを俺は入れたらダメなんですよ。
いて、あぶね。おい、え、なんかちょっと違う。マスケもロケコもいるのはちょいレアです。多分ヤリゴブかなんかを抜いたんだな。かわいそうだな。いやマジでだいぶ特殊だ。いやたまたま受けないとかない。ヤリゴブかギャンクあるかな。あー、え、ゴブリンだ。え、てかレベル12だからさ、え、ゴブリンワンパンしてる。えぐい。やばい。いや相手もびっくり。目ピカピカ。え、なるほどね。こういう発見があるのもね、ちょっとミラーのおもろいとこである。レベル12ゴブリンさ、ワンパンした。セムウッドとかやめて。相手はこのユーノの受けが苦しいことに私は気づきました。ってことでユーノいっぱい出していこう。でレベル12はゴブリンワンパン。いや惜しいね。いいよ、流れはいいね。あー、そっちから竹取ったタイプね。ごめんなさい姫、これちょっと良くないね。落ち着いてね。許容です。守ってしまえばもうさっき言うのが頑張ってくれた恩恵で逃げていける。ユウの受けがマジ苦しそうだな相手。さあ、まああれウッドでもいいし、最悪トルネで下げてもよかった。あのロキコね、ちょっとさっきからうっといんだよね。いやまあダメージ入ってる。いやなんかちょっと怖くなってきたな。に一回やってほしい。うっ、えぐいそれ。やばい、なんか待って、ちょっとだけ怖い。相手ウッドないよな、でもこの感じあったわ。ゴリゴリあったわ。いやでもレベル12なんで、うちマジギリ耐えてる。怖すぎる。あ、待ってやばい。あ、やってしもた。あ、あ、やっちまった。しまった、しまった、しまった。マジやりがした。うわー、タワーにダメージ入れたすぎてもったいねえことした。まあまあまあ仕方ないですよね。さあタルババめっちゃ遅延スキャラや。チエンスキャラです。おめでとうございます。さあチエンスキャラはキング起動したら俺の勝ちです。したらね、しました。痛い、やめろ。うっ、にゃー、来たけどちょっと痛いか。まあまあまあ、キング起動しないとまず勝てないんだね。これはキング起動して、こっから、ちまちまディガーとハシマイプリンで削っていきます。さあ、キング起動したら、基本的にスケルトンラッシュは無視できるんですよね。単品ならね。いやー、いいね。そのバルキリーなんだね。これ、スケドラでいいな。ベビドラ来たら。あー、えらい、ちゃんと守ってる。これだもん、受けが。
ほんまに言うの、歩くな歩くな、お前は走れ。もう一発、うん、いやーまあ悪くない。でも相手もサイドをこっちに変えてくると俺視点はねちょっと嫌なんですよね。でもすごい変えてきそうな顔してるよね。ってなると俺も逆に逃げるプランもちょっと見える。おお、なるほど、おお、なるほど、面白いね君。勝てると勘違いしてるタイプかな。いやめん、でもちょっと負けるかもな。さあ骨サービスですよ、骨パーティー、骨パーティー。え、範囲広すぎ、嘘やろそれ。まあ近畿してるんでね、これがね恩恵ですよね。12なら頑張れん、ワンチャン走れるこれ。いやいいね、それを使わしたことに価値がある。スケドラロコジック、あーいい反応だね。もうでも言うのなんかすんごい動きしてる。いやーまあこの位置良くないか。さては、いやオッケーオッケーオッケー、さっきの相手動揺してるね。カシマプリンで稼ごうよこれ、入るくね。おっつい、この一発マジでかい。最低ビビって控えめになってないそれで。ここに来て初登場です、ディガディガ。いやー事故るんじゃない、ちょっと入ってるね。それなりに近畿ドームしたかったけどね。いやーでもそんなダメージ余裕ねえな俺も。スケドラ右徹底したいな。これディディコングだな絶対。ディディで行って攻めウッドまで見える。いやでも入る入る、いやマジこのカツカツ熱いよな。いやマジスケドラのエイム変な方に火吐くなよ。からのこれ端前プリンで削れる、よし。来るねベビドラ、え、めっちゃいい運動してる。これやばくない？グロいよ。うーい。うーい。完璧すぎるこれは。いや気持ちいい。チェーンスくらい勝つの最高だなこれ。さあ今のはスケドラミラーとユーノミラー、そしてディガーミラーがね活躍していきましたね。これよね。ユーノの突進。常に走らせたい。まあ、一回リーガーぐらいで様子見するか。おー、いや、インドラの時点で結構悪くないんですよね。俺の中では。重めのデッキになるからね。その時点で。さあ、骨をしっかり、あー。なるほど。いや、そういうので来られると、ちょっと、ちょっと嫌ですね。ネクロ。ネクロだとジャイスケラーとかになっちゃうからな。やなめあるやん。避けたんじゃね？え、熱っ。いやー、なるほどね。いっぱいあるやん、呪文。ソウルゴール？使ってほしかったけどね。まあまあ、一旦与えました。ヤファイボの、まあ、ジャイスケラーね。ジャイスケラー。インドネクロ。うん、キング起動これなんかのキャラでできんのかな、この相手に。むずいな、キング起動できないな。まあ、トルネトルネ使えばジャイとかでいけんのかな。さあ難しいねこの試合は。コウモリとかが欲しくなる。
あ、姉妹プリンで。いやーいいね、それにファイブ使ってくれんだもんね。まあ、矢持ってるサイクルなんで今プリンセス出しても無意味と。そしてこれはスケドラが強いサイクルね。ネクロ来たらスケドラからの言うのと芝生プランもあるな。おお、本当に。あーそっか、あいつがいるからか。え、てか入りすぎじゃね。言うの、言うのがからの、うん、いやマッスル来たち、マッスルで俺キング起動できたわ。なんか変なことした、マジでもってえねえこれで。一応保険として左サイド攻めてきます。ちょっともったいないかこれ。お、いやこれこっち、いやーいいや、全然頑張れてる頑張れてる。うーん、ちょっと怖い。いや頑張れてるぞ、回転がやっぱ早いからな俺が。本当はあれをキング起動したいんだけどね、できないよね。いやこれうざいぞ、秒差いる。え待って、いいの12、もう一つ、うわあとちょっと、ガチ怖えこれ、防衛鬼やん。いやーでかすぎる、守れば俺の方が有利っていう。リガ飛ばしていこう。怖い怖い、うわーでかすぎる怖すぎるいやもう何も喋れてなかったわ。強いぞ。さあアギャラさん強そう、よろしく。まさか刺して言ってくれてるっぽいね。いってらっしゃいプリンちゃん。バルキリーね。さあまずはでも何度行きゃわからない。ホグもあればクロスもあるしスケラもあるし、あーこれはでもまあスケラの方がちょっと濃いかな。骨パワーで頑張る、まあ、ベビドラいるけどみたいなね、数で頑張ってくれ。エレキかー、あーエレキもベビもいるやつね。えてかスケドラ強っこれエレキが単品で来てくれたら勝ちっすね。バルキリ蓋してくるかな。あこれもう近畿で多分スケラだと思うんで、まあ、バルーンだったらまた話は変わるんですけど、多分スケラなんでもうこれもうこれ勝ちじゃないかな正直。わかりません。まあスケドラヒラー強そうだったな今の今の感じね。
回転追いつけないしな。うぜえ毎回スケドラ4体いんのクソうぜえな。マシテレキかな。あーまあディガーで NB してもよかったけど、しなくてもいいか。毎回スケドラ4体くんのやばいな。ファイブ欲しいな相手からしたらね。よしよしよし、まあまあまあ全然いいんですよ。これでこれでいい。これは8枚プリンで削るだけなんで別に。でこうするとどっちのスケドラもうざい相手視点。いやスケドラパーティーだな。よしよしよし。いやでもいい受けされてる、いい受けされてるけど、あんまそんなの関係ない。スケドラ出す。キング起動もしてるんでね。あそれめっちゃうまい。まあでも骨が強い。あちょっと入っちゃうね。でこれは両サイ攻めてあげよう。やっぱユーノに1枚いるからね。いやーいいバルキリーだね。おさあまあスケドラ一生スケドラやってんな俺。スケドラしか出さんやつになってる。よしよし、まあプリンもね出していこうよせっかくならね。よし、まあ、本命はね見てわかると左です。さあこれはなんかねめっちゃ硬さいで頑張って組んできそうだから怖いね。いやーいいトルネかな。まあプリンセスが溜まっていってるのは俺からしたらちょっといいことなんですよね。ちょっとだけね。やっぱでもスケトラミラーだな。これインドラも警戒してます。それ強いね。こっから俺攻めていかないと勝てないかもね。タイブレイクが、いや待って天才言うのしてる、これやばい。たまたま取りに来た。姉妹プリンで取りに使わせての、さあスケラにこれウッドだけ打てばいいんで俺しっかり守って、うえいやちょっと危なかったな。序盤中にしてちょっとね追い詰められてるから。いやーナイスゲームですこれは。ポネミラー最強。さあ宝箱開けて何も出ず。というわけでこちらプリンセスミラーね、皆さんもぜひやってみてください。ではお疲れ様でした。またね。